皆さんこんにちは、ペルディスタ小澤です。今回は昨日28日の日曜日、現地22時キックオフとなりましたラリガサンタンデール第3節のエスパニョールとレアルマドリーの一戦についてお話ししたいと思います。結果は1対3レアルマドリーが、終盤に畳みかけまして、強さを発揮ということで、3連勝を飾りました。まあ、今シーズンのマドリーは、ベルナベルの改修工事の影響で、9月次節までこの8月は、アウェー3連戦でねスタートということで、なかなか、厳しい日程になってるんじゃないかなと思いますけれども、しっかりと、まあ、特に後半ね、若手選手を投入して以降のマドリーは、まあ、昨シーズンの終盤もそうでしたけれども、より試合のテンポのギアを上げていきますので、まあ、この試合でもそういう形で終盤に強さと得点力を見せつけて勝利ということで、終わってみれば2点差でしたけれども、マドリーにとっても簡単な試合ではなかったですけれども、改めて両チームのスタメン、ざっと確認をしておきましょう。はい、左ホームのエスパニョールですけれども、ディエゴ・マルティネス監督が今シーズンから率いております。前節、セルジ・ゴメスが退場となりましたので出場停止ということで、4-1-4-1というシステムで紹介しておきましょう。ゴールキーパールコンと、ディフェンスライン右からオスカル・ヒル・カレロ・カブレラ・オリバン、ピボーテにビニジ・ソーザが入り、インテリオールにエドゥ・エスポシとダルデルの2枚、そして右にルベン・サエス、左にプアード、前線ワントップはホセルという並びでした。事実上戦力外となっておりますラウリデ・トーマスが、8月中このね、夏のマーケットでどこに移籍するのかと、まあ、2500万ユーロぐらいの移籍金で移籍するんじゃないかと言われておりますので、彼の去就も気になります。一方のマドリーですけれども、今日はこのメンバーできました。 4-3-3、 ゴールキーパークルトワ、ディフェンスライン右からルーカス・バスケス、ミリトン・リュディガー・アラバ、個人的にはやはり、リュディガーセンターバック、アラバ左サイドバックが現状のディフェンスラインベストじゃないかなと、改めて思いました。ピボーテにチュアメニが入り、インテリオルモドリッチとクロースのコンビ、前線は右からバルベルデ、ベンゼマ、ビニシウスという並びでした。はい、前半は30分過ぎまではマドリーの一方的な展開だったんじゃないかなと思います。前、エスパニョールが、ミドルサードセットでそれほどハイプレスをかけなかったというところはありますが、マドリーのゲームメイク、チュアメニ良かったですね。まあ、繰り返しにはなりますが、カゼミーロとは違うタイプの、ピボーテになりますので、まあ、ゲームメイク、攻撃のボール保持のところでの関与もかなりね、できるということで、まあ、特に12分のビニシウスの先制ゴールのアシストにつながる、バルベルデとのワンツーのパス、まあ、あそこでボールを受けてワンツーでね、スルスルっと上がっていけるというところも、まあ、もちろん、ここ数年のカゼミロもそういう役割はできていましたけれども、チュアメニの場合はそれがナチュラルにできるなというところと、まあ、前半は、クロースがアラバの上がりに対して左斜め下に降りて、まあ、ビルドアップ配球、まあ、大外の右サイドへのサイドチェンジのパスであったり、まあ、あるいは、チュアメニがねピボーテのところで捕まれるという予想もあったのか、結構チュアメニが上がってモドリッチが降りてくるというような入れ替わりで、サリダ・デ・ボロンのねボールの出口を作っておりましたので、なかなか戦術的にも興味深いなと思って見ておりましたけれども、まあ、あとマドリーでいうと左の攻撃ですね。まあ、やはりアラバの、左サイドアーリークロスも含めてクロス打ち込んだ時の精度が非常に高いというところで、まあ、ベンゼマがね2度ぐらいオフサイドになっての、決定機を演出しておりましたけれども、やっぱりあのタイミングであの角度から鋭いボールをね突き刺せるということで、アラバ左サイドバック定着するんじゃないかなと思いますし、改めて左ウィングのビニシウスのまあ、突破力はもちろんなんですけれども、先制点のところでの、まあ、決定力ですよね。まあ、あの落ち着き、ゴール前ボックス内での落ち着きというところがビニシウスのまさに成長の証だと思いますので、まあ、今シーズンも間違いなく、ゴール数は2桁届くと思いますし、まあ、ベンゼマは2ゴールを奪いましたけれども、まあ、90分通して見た時にはまだまだコンディションはね、ベストではないかなというふうには見えましたので、まあ、特に中盤に降りてきたのゲームメイクであったりとか、まあ、一旦中盤に降りてから、素早くね、前線に展開していって、最終的に、カウンター気味に、高速の攻撃で、ゴール仕留めるみたいなところのプレーはまだまだ出てきてないですけれども、まあ、おそらくベンゼマの場合は、替えの効かない選手ですので、まあ、なかなかベンゼマをね、ベンチに下げることができないということで、もう毎試合、週2ペースで90分間プレーしていかなければ当面いけないでしょうから、まあ、ベンゼマなりに調子コンディション上げていくんじゃないかなと思っておりますので、心配はしておりませんけれども、まあ、ただマドリーやはり前半30分過ぎぐらいから交代カードを切る60分ぐらいまでのまあ約30分間はエスパニョールのペースになりまして、ちょっと全体のラインが下がって、まあ、前線のプレスがなくなりということで、
防戦一方のような展開になりましたので、もちろんスペースが空いているのでボックスボックスで結構間延びでカウンターの打ち合いのような展開にもなりましたが、まあ、この試合で改めて明らかになりましたけれども、まあ、マドリーの場合は90分を3分割で、見て考えるべきかなと、まあ、開始30分ぐらいはボール保持のところで、まあ、しっかりとイニシアチブを握って、押し込みながら攻撃を仕掛けると、まあ、それ以降の30分後半60分前ぐらいまではちょっと押し込まれる展開が続くと、まあまあ、ただ最後の30分のところでマドリーがやっぱり強さを発揮するなというところは、交代カードを切ってどんどんフレッシュな選手を入れていくという意味では、まあ、もちろんロドリゴね、最終的にベンゼマの、勝ち越し弾のアシスト、見事なアシスト、あのクロスの精度を入れていきましたけれども、個人的にはこの試合はカマビンガのゲームだったなというふうに思っています。まあ、シーズン序盤から左ではなくて、右のインテリオールでプレーすることが多くなってますけれども、やっぱりこの試合でもかなり、中盤のスペースが空いているので、コンドクスヨン持ち運びのドリブルでかなりね、攻撃を加速化させてましたので、まあ、そこはねバルベルデが中盤のインテリオールを務めるときにはできていた、プレーですけれども、まあ、それをカマビンガもできるということで、まあ、なおかつ縦方向だけではなくて、斜めに左側に、持っていって、まあ、最終的にミドルシュートというような、持ち運び方もできますし、まあ、やっぱり60分過ぎからあの強度であのスピードでボール中盤から持ち運ばれると相手は厄介だなと、まあ、そこに対してベンゼマ、ビニシウス、ロドリゴといったね、スリートップがどんどん裏抜けしていってスルーパス狙ってきますので、まあ、相手にとっては捕まえにくいなというところはありましたし、まあ、あとは、残り10分の80分で投入されたセバージョスも見事な活躍パフォーマンスだったんじゃないでしょうか。まあ、最終的に、90分プラス3分のアディショナルタイムのところで、クルトワのねロングボールを、まあ、ディフェンスラインの背後に抜け出して、まあ、カブレラとオルコントがちょっとね、お見合いというような形でどっちが処理するのかなというところで、間が空いたのでそこにね、うまくボールを引っ掛けて、最終的にゴール手前でファールを受けましたし、まあ、VAR の介入で、ドグソンにより一発レッドで退場となりましたけれども、まあ、イスパニョール3枚しか交代カードその時点で切っていなかったんですが、1枚ずつしか交代カード切ってないということで、3回の、交代カードの交代の枠は残っていたんですが、交代の回数は使い切っておりましたので、代わりのゴールキーパーを入れることができず、急遽センターバックのカブレラがゴールキーパーを務め、なかなかね、フィールドプレイヤーがゴールキーパーを務めると、壁の位置であったり作り方なんかは、あるいはポジションの取り方がわからないと思いますので、そこをね、見事にベンゼマが決めて射抜いてというところで、ダメ押しの3点目を決めまして、マドリーが快勝となりました。まあ、本当に今季のマドリーは新加入ルリガーと、チュアメニの2人だけですし、このタイミングでまだねアセンシオがどうなるかわからないということで、まあ、でもアセンシオが出ていっても、新たな選手補強はしないということで、フロントもハンチロッティ監督もコンセンサスは取れているようですけれども、やっぱり昨シーズンからの積み上げで、まあ、スタートのところはモドリッチクロス中心のボールを保持型のサッカーをして、60分以降はカマビンガ、バルベルデ、セバージョスといった、選手たちを切りながら、非保持で、プレー強度の高さでよりアグレッシブにサッカーのギアを上げていくことができるということで、まあ、これは5人の交代枠を使える、コロナ禍以降のサッカーにおいてはこの選手層の厚みはやはり強みだなと思いますし、まあ、今シーズンもマドリー安定の勝ちパターンを持っておりますので、その改めて強さを、見ることのできた試合となりました。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラアプロクシマ。